はい、この動画ではマルタ人の名前、そしてイケメンの特徴というお話をしたいと思うんですけども、ま,あ、まずマルタ人の名前というのは、基本的にはイタリア語がベースになっているというのが特徴で、えーと、ちょっとユニークですね。で人名プラス、えー、と性という組み合わせになっているんですよね。 で、えっ、ー、と、イメージ通りイケメンなんですけども、やっぱり多くて、もちろん全員ではないんですけども、えっ、ー、と、やはりその気候とか環境とかそういったもので、あとミックスがまず住んでいるところ、要は根血が住んでいるところというのは、その、人が、えっ、ー、と、イケメンとか美人に感じる、その中間、えっ、ー、と、一番その平均的な顔、えっ、ー、と、要は、 普通の平均から離れていないっていう顔に近づくのでミッ,クスっていうミックスが多い、えー、と場所なんかはやっぱり、えー、とイケメン美人が多くなりますねでまあヨーロッパの方とかあとまあ東南アジアとフィリピンとかねあの結構多国籍の、えー、といろんな国の人とのカップルができているところとかはやっぱりそのえっ、ー、とハーフとかクォーターっていう人が増えてくるので、えー、そういった意味で えー、整った人が増えてくるということですね、でマルタはまあ一時期あの、えーと、語学留学でも、えー、話題になったんですけども,もちろん、ご想像のとおりコロナで、あのー、めちゃくちゃになって、えーとまあ、語学留学どころじゃないという感じなんですけれども、まあ、今後どういうふうになっていくかということですよね、あのー、その感染症の拡大が、えーまあ、落ち着いた後とですね。 どういうふうに戻ってくるかというところなんですけれども、まあ、基本的にはその語学留学が今までのように行けるようには、もちろんその海外に渡航するということ自体がハードルが一気に上がるので、えー、とどうなっていくかというところは自分も注目したいと思ってます、でまあ、将来的にその海外に移住したいとか、まあ、国内でもいいんですけれども、場所を問わない収入を得たいというにはブログをお勧めしていますで、ブログは作っても稼げないという人が多いので、あなたの稼げるブログを作ってお渡ししますって、ブログ作成代行サービスをやってます。でそれを一緒に育ててい プロが一緒に育てていく収入を5万10万と増やしていくっていう、えー、と日本で唯一のサービスをやってますので無料のメールマガジンの方からエントリーいただければなと思います、えー、とご相談も全然関係すえです、えー、と移住とか独立に本気のあなたはぜひご相談気軽にいただければなと思いますありがとうございます